Hello everyone and welcome to another episode of Amazing Japan. We are here in Ginza at the G735 Gallery. It's a very exclusive gallery exhibiting exclusive and high-class cars. But today there's a very special event. We have a Japanese artist who's called Masayuki Kojo. And he's specializing in Japanese varios, like Japanese bushi, samurai. And the specialty is that he's drawing it with Japanese pencil and combining traditional culture with Japanese pop culture and even foreign culture, such as Marvel comics like Spider-Man and Iron Man and Japanese animations. So let's go inside and check it out. Come on. Okay, all right, everyone. So there's a very special person I would like to introduced to you today, so please, 自己紹介お願いいたします。武人菓子の工場正幸と言います。よろしくお願いします。いや、本当に素晴らしい展示会ですね。いや、ありがとうございます。これをA1 本あたりは大体どのぐらい時間かかりますか？制作すると。そうですね、構図を合わせると約1週間ぐらいで書き切ってしまうというかですね。はい、実際もう実際炭を入れ出すときはもうほぼ1日で全部0から100までやるっていうのが1日ですか、はい、途中でもやめて次に持ち越さないっていうのが、はいはい、僕の書き方というかですね、はい、素晴らしいですね、息ですね、はい、じゃあ本日も息で一つ の、はい、絵を描いていただけますかね。もうぜひ今日はもうその絵も描きますので、はい、楽しみにしております、はい。その描いてるキャラクターは大体いつも武士でしょうか？そうですね、侍、戦国武将と、いうのが多いですけども、最近はですね、日本のアニメーションであったり、海外のキャラクターであったり、映画キャラクターであったりっていうのをこういう、武人っていうのに見立ててですね、描くことが増えてきましたね。素晴らしいですね。じゃあ日本の伝統的な文化だけではなく、もう海外の、例えばアイロンマンも見ましたね。アイロンマン海外のキャラクターもフュージョンしてた芸術ですね。そうですね、本当に素晴らしいですね。なんかアニメでなんか好きな漫画とアニメがありますか？ありすぎて、もう膨大な量になって、はい、5時間ぐらいかかりますけど大丈夫ですか？5時間ですか？すごいファンですね。たくさんもうやっぱり日本のアニメであったり漫画っていうのは僕の中でのその全てというか、絵を描くきっかけになったのもアニメと漫画なので、それを意識して描いてるっていうのがどっちかというと、芸術的な絵というよりは日本の漫画であったりアニメであったりっていうのに寄せた近い、はい、そっちの方が僕にとってはポップカルチャーに近いですね、はい、素晴らしいですね。じゃあ伝統的な文化とポップカルチャーを混ざってた芸術ですね、はい、そうですね、はい、まさに素晴らしいですね。最初に始まったきっかけは何でしょうか？僕は、ちっちゃい時から本当に、漫画を見て、漫画家になりたいというのが本当にちっちゃい時の夢だったんですね。でそれからスポーツであったりいろんなことをしてですね、最終的に本当に絵描きとして、飯食っていこうと職業にしようと思ったきっかけはですね、日本の漫画の漫画家である井上先生というバガボンドっていう、ああバガボンド、バガボンドの井上先生 の、はい、そのテレビ CM でね、はい、宮本武蔵をこう描かれた CM があったんですけど、はい、それを見てもうすぐに脱サラしまして、いいですね、はい、なので、僕は宮本武蔵が実は描きたくてこの業界に、飛び込んだっていうのがありまして、はい、たまたまこの後ろの絵が宮本武蔵なんですけど、今回は本当に宮本武蔵が多く、作品の中で多いんで、今回ちょうどデビューでプロデビューで5周年になりますんで、はい、それは集大成として、宮本武蔵をたくさん描きました。お、はい、いいですね。じゃあ宮本武蔵は一番描かれたキャラクターです ね、 ですね。日本の歴史で一番憧れているキャラクター人物は誰でしょうか？いや難しいな。でも僕が人物として本当に、好きな、はい、どういう人物像で好きなっていう深いところではないんですけど、本当に織田信長っていう、織田信長、
やっぱりこの戦国武将というのは、はい、僕にとっては大事なあの人物であり、まあ、描いてる数も多いので、お大事な人ですね、はいはい、村の村ですね、有名な伝説な、はい、人ですね、はい、素晴らしいですね。アニメの例えばあの男、まあ、武士のキャラクターの中で、はい、どのキャラクター一番好きですか？アニメ難しいな。漫画誰にしましょうか？でも僕が本当に、漫画を描き始めたいと思ったのがドラゴンボール、ドラゴンボールなんですね。ドラゴンボールの中でもあのちょっと変わってるんですけど、あの、セルっていう、はい、敵のキャラクターですね。敵キャラクターなんですけど、あれのその鳥山先生の描かれ方というか、本当に独特なあのキャラ設定の中でのセルっていう人物像だったので、あれに憧れましたね。当時は小学校6年生だったと思うんですけど、もう真似して描きましたもんね。おお、いいですね。鳥山先生も先生だらけで、先生、はい、やっぱり僕はそこからあの鳥山先生から入ってきたんで、お、はい、おいいですね。もう海外の方もみんなドラゴンボールが好きと思いますか？本当にポップカルチャー、日本のポップカルチャーであるその漫画で代表的な作品であったり、あの分かりやすい、描き方であったり、カラー設定であったり、そのストーリー設定も含めて本当に、日本の漫画を代表する今の形というか、でも全てこう構築されたんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、はい、全ての元です、はい、元。そしてあのそういうあの日本のポップカルチャー、日本の漫画とアニメの男性のヒーローのキャラクターと海外の例えばアイロンマンとヒーローのキャラクターの違い、一番違うところは 何ですか？海外 その映画のキャラクターにはですね、まあ、日本人の持っているその大和魂と言われる、そのなんというかその比喩にしがたいこう覚悟の形というか、のがあるんですけど、海外のキャラクターに、まあ、もちろん覚悟というのは感じるんですけど、それをどう日本の墨という絵をですね、技術を使って同じようにこう日本のものとして描くのが大変でしたね、はい、そこは大事にしたところですね。なので違いは本当に、カラーリングが特にカラーリング、はい、カラーリングの部分でいうと本当に、派手というかですね、たくさんの色を使ったキャラクターが多い。そこでメタル系のキャラクターが多いので、はい、僕はまあそこの違いがですね、はい、日本も甲冑なんですけど鉄でもないので、はい、そこの鎧、同じ鎧であったりとかしてもですね、はい、そういう違いがあるかなと思うんですね。お、はい、そういう違いですね、はい、本当にインタビューいただきありがとうございます。あのライブパフォーマンスに楽しみにしております。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。今日のですね、皆さんの私のこの個展に来たつながりで、皆さんの見当がですね、いろんな形で幸せに結びつくものになりますように、乾杯したいと思います。それでよろしいでしょうか？乾杯！乾杯！よろしくお願いします。ありがとうございます。それではですね、これいいなって言ったものだけが選ばれてここにあります。僕がいいなと思ったものが、息子が、ちょっと嫌って言ったやつを全部跳ねられました。家にあります。あの僕は本当に小さい小学生でも分かる絵、見て、ジャッジができる絵を目指して描いてますので、息子の意見を全てですね、あのやっておりますので、あの分かりやすいになってるはずなんで、そうじゃないよっていう方はですね、後でこっそり裏で言っていただければと思いますので、ぜひ、ご観覧ください。はい、大丈夫ですよ。喋っても大丈夫の時ですから、喋っても大丈夫ですよ。それでは後ほどライブミーティングしますので、またその時にはあのご挨拶させていただきますので、よろしくお願いいたします。
今日は本当に素晴らしいパフォーマンスでしたね。ありがとうございます。今日のご感想は、まあ、あの今の集大成をですね、まあ、パフォーマンスに全部ぶつけたという、どっちかというと作品を作り上げるというよりは今日は思いを筆に乗せて書かせていただきました。いや本当に感動しました。あのこんなに短い時間でこういう素晴らしい絵を描くのは本当に、いや感動しましたですね。いやありがとうございます。まだまだまだそのパフォーマンスとプラスここにあの作品としてもちゃんと描けるように、まだまだこれから修行してですね、一回り二回り、大きくなっていくことをですね諦めずに進みたいと思います。素晴らしいですね。本日真田幸村を選んだあの理由は何ですか？僕がその今の仕事がたくさんいただいている原因の一つとして、この真田幸村というのがタイアップで、大きな仕事になったので、それをきっかけの絵をですね、このどうしても描きたくて、今日はこの真田幸村をですね、選びました。本当に素晴らしいですね。ちなみに私も昔真田幸村のコスプレをしました。こんな感じです。おお、それで、そうですね、はい、今日は本当にありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。 Yeah, that was it from today's event. Thank you very much for watching and see you next time on Amazing Japan. Bye bye.